はい、じゃあ犬鳴きトンネルのね道でさ、ちょっと今雨降ってきちゃった。歩行者は大丈夫みたいですね。こっち側からだと、まあ急道です。ちょっと待ってね。ん？2本。いやー雨でね、大変ですよね。登山だよね。登山道で。まあ台風の後ですからね。結構やばそう。でもなんかこれ結構来てるね。道がなんかほら端っこに落ち葉が寄ってるからね。そしたらこんな感じ。あっち。いや結構歩いてきたよね。いや疲れますわ。足も悪いですね。また結構あ、そうね、結構歩くんでしょうこれ。パターン的にね。いや結構登るわ。また昔はこんなとこ通ってたんだね。え、足場がほんと悪い。まあ崩れても、ね、木がすごい、枝がさらにね。いえ、なんか自然を歩こうって感じだね。うん。ガートレールも年季入っちゃった。サビサビ。昔はどうしたんでしょうこれが。落ちちゃってるよね。落ちてるよ。ね。もうここじゃね、あの電波がないな。 LTE1 本かろうじにあるって感じ。またこれ夜だとね怖いと思うんですよここは。もう結構一種の登山だもん。でもなんか車通ってるような感じもするな。関係者のね落ち葉がね。ガバグレーが本当年季入ってる。こういう道がひたすらだよ。爆石してるじゃん。もう道路崩壊してるよ。うわ、もうほとんどね落ちかかってる。はい、ちょっと待って。はい、じゃあ行きましょう。まだなのかな。結構歩いたけど一本。あー全然まだまだ。あーこっからもう、そうなんだ、結構あるな。いやー今やっと半分ぐらいだな。半分ぐらい。これで半分。半分。結構あるよ。まあ、こんな道ですね。
まあ、ひたすらこんな道があるんで、ちょっとじゃあ録画ここで止めておきます。旧犬鳴トンネル着きました。逆側からですけど県外ですね、もう県外ピントが合わないなってことでね、写真を撮って記念碑なんだねこれね。封じ込められてますな。これがあの噂のもう完璧ですね。はい、皆さん、旧犬鳴きトンネルです。封印された旧トンネルです。苔が、落書きも消えちゃってね。ね、こんな感じです。封印されてますね、完全に。年月を、すごいね、完璧だね。あ、疲れたね。だね、これがね、隙間しか、隙間から、あー、ダメだ、次、べちゃだよ、べちゃ。べちゃだよ。いけねえんだよね、べちゃだから。中、入れないし。べちゃだもん。今、標識も落ちてる。ここでなんとかかろうじてタイヤと見えないよね。完璧塞がれてるよね。少しこんな感じ、少し見えるかな。明るさ増してこんな感じです。あっち見て、ピンと。苔がすごい。こんな感じ、中は。ナイトショットでね。見て。こんな感じですよ。もうすごいとこからね、撮ってます。もうほんと最悪。ブロックもうここだってね、なんだこれ埋まってるって、完全に。いや最悪、びしょびしょですよ、カメラも。もうね、いけないね、水たまりで。びしゃだからね、勘弁して。こういう感じ、まあ、ちょっとだけ見えるかな、中が。こっからで中の天井がね、こんな感じ、ほんと封印されてます。うん、もう最悪ダメ。あそこからね、撮れるさ、撮れるんだけど、もうズームでね、行かないんですよ。ちょっとしか見えないよね、困ったことに。まあそんな感じです。お疲れ様でした。旧犬鳴トンネルでした。すごいね、犬鳴トンネルの入り口ですね、これがね。こんな感じで行くんですね、犬鳴。お疲れ様でした。なんかね、犬鳴トンネルの、まあ、道ですけど、そんなのがあったんですよ。なんだろう、なんとか言うんだろう。ズーム見てみよう。あ、これ新、国有地みたいに書いてるんだね。ここらそんな感じです。道、こんなとこです。はい。こんな感じですね。なんかあるんだけど、手作りのね。これです。自然が。すごい。こんな感じでした。犬鳴トンネルで。撮影時間4分から5分で、多分、5分取ってないかな。歩くの往復で約1時間です。
疲れました。9200トンネルでした。お疲れ様でした。おまけでこれが新200トンネルですね。新200トンネルです。お疲れ様です。これが犬鳴ダムですかね。ダムですね。ちょっと尻飛びしてんな、ちょっとな。すごい高いんだね。ダム。こんな感じ。ちょっともやってるから見えないかな。犬鳴ダムでした。